ちてるわ。なんでなんやろ。処理優先にしとこう。たぶん帰りにまた山賊系が襲ってきそうな。あ、お前通るたびに襲うかかってもんね。なんかスポーンみたいな、ほら。ああ、来たね。あいがの貴様ら、舐めやがって俺は。誰やお前。誰やお前。とう。よし。まあ余裕で倒しましたけどね。とう。ふ、お前めっちゃ刺さってんね。おい、5発ぐらい食らった。あ、なんかおる、なんかあそこの中に。お前。どう考えても農民の人やろ。まあ農民の人やんけ。は農民、お、すげえ。はぁはぁ言うてる。はぁはぁ綺麗ですね、これ。うん、塔みたいなのも綺麗やね。すごい綺麗やな、要塞都市。やっぱり塔が綺麗や、この塔が。この貴族の城でね、これ何やったっけ、レザーブロック。あ、やった。腐った肉変えてくれんぞ。マジで。うん。やった。マジか。腐った肉さっきめっちゃあった。チェスト置いてきてもらった。骨もなあ、変えてくれるの。いいね。また変えてもらおうぜ。ちょっと持っとこうかじゃ。うん、お金になるんやったら便利ですね。うん、教会は今後も使いそうだ。ということで、じゃあまずどうしましょう。北に水の要塞。さっきどっちから行くの、これって。どっちでもいいの。多分どっちでもいい。あ、ちゃうわちゃうわ。あ、でもなんか船のチケットもらったけど。そう、船のチケットもらったから。どうなんやろ。どれから行けばいいかな。まあ順番はどれでもいいんじゃね、多分。どれから行ってもストーリーは進みそうやけど。うん。漫画なくなってきてるんだ。俺がちょっと、じゃあ弓矢一本投げるんで、そっちの方向にあるものに行きましょう。行きますよ。はい。世界一の項目で。向こう、まっすぐ向こうやん。ってことはウエストということは西の海、水の要塞。何グランデ。何グランデではない。まあ、ワンチャングランドビッグマックという可能性もある。え、どうな、うまかった。いや、でかかった。でかかった。なんか、すっげえでかかった。なんかまた新しいの出てるくない。あ、マジですか。うん。出てるの。なんか、出てるよ、今はまた。あれ、これ、港町じゃない、こっちって。こっち西の海。あ、違う。港町は北。違うところ。あ、違うところか。港町は東でしょ。東か。これはだから、こっちから来たところや。あ、はい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 。あ、来たところか。こうまっすぐ行ったら、はいはい、あれが多分、水の要塞やと思います。これ大丈夫、こんなプンプンクリアしていって。まあ大丈夫じゃね。ちょっと、あれ時間稼ぐ、この辺で尺を。一人ずつ話しかけていってこう。あ、すごい、この人。肉を感じてくれる。すごい。ベーカリーや。あ、やばい。見て。ここのベッド見て。これでちょっと尺稼げれるで。ほら。やばい。あら、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 あいこう。というわけで行きましょう。これ、あれにして。サムネ。そう、サムネ。これの始めのところ。うわ、この水の中に入るしかないみたいだね。
タネフシャー。実は私、水動け、水苦手です。はい、泳げないんですって。かわいいね、泳げない子。泳げない、うん、かわいいね。かわいい。だいぶ、お、なんか俺行きましょう、進みましょう。うわ、あー結構な、アスレチック系かな。あー、マジか。いやでも、ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ、さっき見本見てもらおうかな。え、楽勝よ、俺。楽勝？そんなに？うん。え、これこっちっしょ？いや、それはもう、好きにどう。あ、待って、これこっちか？いけるこれ。は？これいける？まあ、いける、何もそう。いけんじゃね？無理やんけど。あれ？わぁ、雷が。無理やねんけど。こっちやで、こっちやで。あ、こっちか。あれ、おかしいな、それは。ちょっと、じゃあ、俺、いや、なんなんやろ、あれ。どうやって行くんやろ、あそこ。あー、じゃあ、無理だ。え、そこ。いや、やってないから。まあ、1年もやってないか、でも。1年もやってない。あー、ここが届か。1年もやってないぐらいやからな。1年やってないね、うん、い、全然やってないよ。いったいったいった、いいねいいね。こせい、いった、よーし、いいねいいね。マジで、どっちやろ、あっちかな。オッケー、よーし、いいねいいねいいね、いいよいいよ、調子いい調子いい。あ、いけた。ここまで来たら落ちたくないね。下だって水やから向こうまで戻りにくいねんな。ただ落下ダメージを考えてくれてるっていう。せい、おーしおし。あ、嘘やろ、なんか当たってんけど上に。残念だ、非常に。ありえへん。おし、おしおしおし、おしおしおし、いいよ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 。からのドゥ、よっしゃ、入った、ゴール。おい、この陣を作った古代陣はすごい技術力を持っていたんだね。早く来てください。何？こう一発で行くの？うん。あんまり前行き過ぎたら階段前に落ちて。もう。もう一発で行ったもんな、ここ。これ一発で行ったね、そこは。
こね。お、いったね。よっしゃーやっとごめん、ほんまにごめん。ほんまにごめん。やっと来ましたね。ごめんごめん。マジでごめん。ここは。あ、これ、こういう感じか。ぬるりと乗ったね。ぬるっと乗ったね。おお、今押し出されてたやろ。ぬるっと乗ったね。これはもうだいぶ楽じゃない？うん。これだって当たれんこと言うわけでしょ。そうそうそう。そんなやってたらな、当たんねんね、自分。あ、ここでやんの？引っかかった。いける。ゴー。ゴー。さあさあさあ。そこジャンプで乗ればいい。はい、来ました。はい、よかったです。次は？ここは何？なんか怖いね。別に何もなさそうやけど。うん。じゃあ。うん。うん？え、ちょっと待って。お前、そう、ちょっと待って。あ、開いた。除染完了。もうラメとか言ってるよ。どうする？いいですね。そんなこと言ったやつおらんからな、マジで。なんかおる。え？何？博士みたいな。教授？古代人？マッコイ教授って。君は誰？女性をちゃんとしてあるよね。してない。お前してない。こいつ汚いですよ。こいつ汚いですよ。マッコイ教授。おい、ええで。こいつ汚いですよ。そうね。え？千年。魔族じゃねこの人。お、なんか。もう絶対魔族やろ、この人多分。マッコイさんの。機械の体。マッコイさん、古代人の人に。機械の体やねんて。ああ、そうなんや。今の人たちは私のこと古代人って呼ぶんだ。ふむふむ。面白いね。中身は一緒なのに、まるで別の生物みたいな呼び方するんだね。まあ仕方ないから。実はね、私のお母さんと私。破滅の未来を予知したの。何か心当たりないかな。ああ、本当に。あ、この人らは話せんねんな。うん。そうか、また誰かが核兵器を。それはちょっと困るな。またっていうことは、まあ、前回、何年か前にもあったと。そっちの兵士の格好をした君の装備が、あれはまるで技術が発達しない。まあいいや、君たちの欲しいものは分かって美味しいだろ。そこの宝箱に入っているよっていうね、言われる前に取っちゃうっていう。だな。素晴らしいね。人工エメラルドに恋に隠し血管を作る。公子血管。うん、公子血管。もしよかったら高尾の本を読んでためになる。7ページもあるぞ。長いな。読め。マッコイ教授の西、アルカディア計画。2007年4月16日、長きにわたって続いたサイランと UP の緊張がついに戦争の火種へと変わった。UP って誰や？知らんわ、誰や。本日正午過ぎ、UP の空に2発の弾道ミサイルが降り注いだ。UP 陸軍はこれを迎撃することに成功したが、ミサイルの型変砲が高度5000フィートの空中で爆発。UP の領土の一部が放射線の影響を受け、住民には避難勧告がなされている。バングランズベン大統領は声明を発表し、サイランがこのような攻撃を続行するならば UP は武力行使に出るとした。2007年、 2000XX 年ですね。6月14日、 UP のサイラン攻撃に伴い、サイランと同盟関係にある国々が UP 含む連合国側に戦線を布告。
国軍は停戦を呼びかけるが、両勢力はこれを無視。戦闘は激化し、UP 側はついに核兵器の使用に踏み切った。本格的な核戦争が始まってしまった。オランセの主要都市では、新型のウイルス兵器による攻撃が行われ、感染した民衆が他の民衆を食い殺し、感染を広げるいわゆるゾンビウイルスのパンデミックなどが発生している。ゾンビオンのゾンビがもうあれ、あ、17ページもあるわ、長っ。マジか、ちょっとこれ読むの長いな。まあ後で予約したら。そうですね、予約をしましょう。まあ大体なんかまあ、うん、編集で予約しと こう。うん、これはもう編集に任せよう。誰だ、うん、俺だ、お前だ。後で読まなあかんってやつ、ね。うん、まあ、とりあえずなんかまあやばいよっていうことですね。うん、これ何やったんやろ。いた、なんか感圧もんか。戻られへんくらい。うん、帰ろ。せい。あーじゃ。あーじゃ。ね、一応今のところね、森の碁石、まあ森の碁石は最初から手に入った。水の碁石をゲットして、あとは。砂漠の碁石ですね。北の砂漠の塔に行って、あとはあれ船のチケットをもらったんで、それも行ってみたいな感じかな。そんな感じでね、まあどんどん進めていきたいと思っております。ではでは、はい、ご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。また次回も、というよりまあ多分こう編集で何かがブツブツ切れてると思うんですけど、よろしくお願いいたし、はい、あー、お願いします。固定キー設定が、あ、俺も出てきた。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあさよなら。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。